殺されに行ってる殺されに行ってる、だからさ。今日はね、マイクを新調しましたので、ちょっと音量バランスとか声質がね、ちょっと変わってるかなと思いますけどね、よろしくお願いします。グレードアップしました。かなり音質中しかわかんない、近いかもしれないけど、はいや、はいや、はいや、慎太郎、どう、ちょっと待って、ね、スピーカー見た、あ、おいしい。右上のタスクを最速でやっていて、降りたらレポートが光っていて押した感じで、タスクをしながら左で動く人間を見ていたので、そいつが犯人だと思います。場所は、カフェテリアの真ん中の円卓の右側、ウェポンかの通路の正面、感じかな。青、チャー、キーは3人完全に見合ってるので無理です。外していいと思います。ナイトメア最速でストレージに抜けていって、今ゴミ捨て場です。俺も最速でストレージ側に抜けていって、エレクトリカルです。ああ、高田さんも下に一旦向いてます。今ストレージ入り口らへんかな。あれ、じゃあ誰、あの人は皆さん、オラフ君、ん、僕今ストレージの入り口、皆さんストレージの入り口って話じゃない。そうそう、停電になったんで直しに行こう。ナイトメアさんは、僕ストレージのゴミ捨て場です。じゃあ、小野さんは、僕ウェポンズ行って、でウェポンズのタスクやってて、で、停電が来てカフェテリア行ったら、死体やって、僕もレポート押そうとしたんですけど、先に先端さんが押したって感じで、で、あれ、その時メイヤーさんいた気するんですけど、ストレージ行ったんです。俺ストレージにいますよ。あ、じゃあ違う人か。ん、メイヤーさんがストレージでゴミ捨てしてるの誰か見てる？僕がね、ゴミ捨てに着いたぐらいだったから、多分まだ誰とも、僕視点誰とも多分すれ違ってない気がするんだよね。高田さんも見てないし、メアさんも見てない。メットベ側行った人はいない？はい、メットベ行きました。好き。はい。メットベ行って、その後今、はい、カフェテリアの下です。下の通路入るとこ。本当ですか？僕、メットベからエレクトリカルに飛んだ影見たんですけど。じゃあ2人とも処刑しよう。2人とも手軽やってないっす、やってないっすよ。エレクトリカルに、あれ、オラフ君なの？え、なんでオラフ君に、え、ブギシャイチじゃないの？オラフ君なんだっけ。あ、そうなの。まあでもウェポン右側にいたとは言ってたから。はい、あ、俺か完全に誤解して、俺とクロムさんの2人ってことだと思ったんだけど。あ、寺田さんどこいたんでしたっけ。アドミンで見てたって話。アドミンでサントスのティンさんと一緒にいるっていう状況だった。メットベイすげえ、結構すぐ抜けましたよ。すぐ抜けて。じゃあ誰かメットベイに入った人見てません？見てないっす。え、高田さんエレクトリカルに入ったんでしょ。いや、そうだから、エレクトリカル2じゃないと飛んでないよ、それ。メトベイからクロモさんが出て、で高田さんが入っただけじゃないか。もう私もそうだったの。マジか、普通にそうだった。その可能性あんのか。タイミング完全に同じタイミングだと思ってたけど、確かに高田さんがエレクトリカルに入ってるんだったらそれはないかな、うん、ロアエンジンとかアッパーエンジンの方ではあれでは映ってないってことなんだ。ロアエンジンからアッパーエンジン、アドミンで見てたんだ。あ、そっちはいない、一切いなかった。あ、いや多分弁当話そんな詰めるよりもセンターさんが発見したやつが、そうだね、オラフさんがよで一番容疑者で連れていて、うん、で次のがセンターのさんのセリフぐらいしかないって感じ。え、クロムさんじゃないの。あ、クロムさんがやってないから。メイヤーさんあると思うんだけど。メイヤーさんあるの。いや、メイヤーさんストレアドミニタ組をメイヤーさん見てないのかな。いや、ちょっと待ってね。オラフ君がクルーだった時にメイヤーさんの視界が切ってる可能性があるっていうオラフ君からの発言が出ているから、オラフ君がクルーだった場合ってメイヤーさんがマジで見切れてる可能性があるんで。一応名誉もあるかな。まあそうですね。あれ、名誉さん、下に証言軸ね。そうそう、証言軸。名誉さん、見間違いったの？あ、どう？見間違いだった場合は他からの証言が出てないからおかしいと思って。けど、そこに多分オラフ君が見たっていう位置に入ると容疑者に入るから、インポスターだったら多分言わないと思うんだよ。いや、だから名誉さんかと思っちゃうから、オラフ君がクルーだった時ね。名誉さん最終位置はストレージの入り口とは言ってる。
で、他の人は見てない。その時はもう停電ですね。直しに行ってる最中。いや、でも直しに、あ、もうごめんなさい。停電になった後の明夜さんの動き教えてもらって、停電になってからどこからどこに動いて。だからストレージの入り口まで行ったんです。どこから？どこから？カフェの円卓のところへんから。まだ続ける？これ。つらないまだ続ける続けてもいいどうかな詰まるのかなクロムさんと一緒にいようと思って続けないならと思ってクロムさんと一緒でペアでいいんじゃないかなと思ってすりでいいんじゃないの申しで3人すりてもいいあ、ナイスですナイスです僕はもうクロムさんまで釣りたいけどなオラフさんがクロムさんとメイヤさん見間違えた可能性もあるかなとも思ってるしあ、うんうん、であとメイヤさんの動き最初からのゆえなんかメイヤさんが言ったストレージにたどり着いたって言ったんですけども赤茶青茶黄色がアドミンからストレージ抜けていくときってその3人は見合ってたんですけど、メイヤーさん見なかったなと思ったんですけども。まあ、停電中だから見れてないぐらいなんとは思ってる、うんどうなん。でも最終ストレージの上のくらいでなったんですよ。で、メイヤーさんのさっきの話だと、ストレージとどの辺でなりました最後呼ばれたとき。ストレージ入ってすぐのところらへんかな。結構その辺で呼ばれた気がするんですけども、テラゾーさんとノッティさんは覚えてます呼ばれたとき。僕はその時アドミン見てたので分かりません。その時自分もまあ見えてはなかったですね。最終のその鳴った時はもうストレージの上の方だったんで、まあそれそうですね。サントスさんの言ってるのはそうだと思います。なんかその、まあ、視界狭いとはいえ一緒になってないんだっていう。私とノッティさんは見合っているけど、まあでもどうなのかな。サントスさんとかノッティさん、テラゾーさんは停電の前から一緒にいた。そう、テラ前からアドミンに一緒にいて、で、私とノッチンさんはもう超近距離で一緒に向かってるので、うん、離れてクロムさんはどこにいたんですか、その時。一番最後ですよね。停電中に、なった時ぐらい。停電中。だから、メッドベイからカフェテリアの方に行ってる時っすね、左の。じゃあ、俺、クロムさんと動きますよ。え、テラザさんと動いてますよ、俺、でも。いいですか、メイヤさんと動いてますか。どうしますどっち一緒にいます？メイヤクロム両方があり得る。外れる。テラゾさん黒くないからテラゾさんペアにならなくて外していいんじゃない、うん、と思うんだけど。いやメイヤクロム。いやオラフさん釣っちゃってるからそうやったらメイヤさん追放でテラゾさんとクロムさんペアの方がいいんじゃないですか。それでもいいよ。それでも全然いいよ私は。オラフさんの証言です。どっち行けばいいですか。どっち行けばいいですか。メイヤさんクロムさん俺と一緒に行きましょう。メイヤさんを釣ります。マジか。拾うなら。まあね、オラフさんの白を拾う。見間違えたらまあ知らないかな。ピアできてるから。右から行きます。割とアドミンで見て動いてたので押してもいいかなと思ったので押しました、うん、ノッティさんも一応見てくれてるのがあるのではいそうですねはい、はい、で一応昨日の議論で個人的にはオラフさんで 7,8 割連れてるかなと思ったけど一応ケアでメイヤさんには入れましたでオラフさん連れた時もメイヤさん連れた時もどっちも私は入れてはいます一応先に表を言っておきますオラフ君投票は2票で、じゃあ僕だね、はい、もう1個。
あ、センターさんだったんですね。なるほど。僕多分票間に合ってないかもしれない。だったら2票です、ね。宮さんに入れたと思う。宮さんに入れてた気がするんだけど。俺は初手宮に入れた。は5票ぐらいかな。宮さんだね。さっきも宮だし、初手も宮。初手はそうですね、多分原さんだと思う。1、2だったから。うん、1、2、1だったじゃん。スキップ1だった。ナイトメアさんってなんで外れてるんですっけ、最初。別に外れてはなくない。僕ただストレージの下に行ってるってからじゃない。メアさんが上にいたって言ったから。そうそう、あ、見られてないからどこにいてもおかしくないっていう話。そう、それはそう。でも誰も俺すれ違ってないんだよね。でも下右左行ったルートで誰かしらはいたから、まあ黒川さんの左ルート。右下のゴミ捨て行ったってことはカフェテリアの右上で目撃証言があったりしない？ナイトメアさん。そうだよね。いやまあそういうか。そう、私もそれは思ったんだよね。あ、ナイトメアインポスターだろうけどもう。右。あ、まあタスクの話だからいいか。いやそう確かに。それはちょっと思ったに似てるんだよな本当に。あ、でもなんか初手下に行ったっていう証言がナイトメアさん関連で拾えてなかったでしたっけ？高田さんとか。目撃者は。俺は見てない。誰も見てない。初手は見てないですね。99.9% ナイトメアが一発。正直。カフェテリア右上でやってた人いないの他に。あ、入れてんだね。まあどうするか分かんない。あれ右上しかなかったっけ？初手。言わない、言いませんでした、僕は。お前お約束じゃないのか。タスクのねあれですね、ゴミ捨てはゴミを先に船内のゴミをストレージ下に送ってから宇宙空間に出すっていう流れなんで、おかしいんですよね。ゴミが集まってないのに捨てちゃってるから、宇宙空間からのゴミ箱。まあまあでもね、たまたま右下の方に行った可能性もありますから。高田さんの 0.001% が当たってるのかもしれないし、ちょっとわかんない。 99.99% ですよ。 0.001% あ、ここ通っちゃった。ここね、通んないようにしましょうね。一番通っちゃダメですね、このマップで。こうやって送るのよ、ゴミを。電池はね、こう上上通りましょうね。よかったら覚えておいてください。ライト目咲いたら殺されるか。はい。トリマ押してみた。ナイスです。ナイスです。誰が死んでます？あ、死んでる？シンティービー。ノッティンさんが死んでる。ノッティンさん。ノッティンさん？最後ナビゲーションいた人は？あ、最後の方いました。サントスです。あ、高田さんとサントスさんはナビゲーションシールドのアドミン一応見てます。僕がエレクトリカル直しました、停電は。で、今、ロア側に抜けてて、ロアの扉閉まってますので、ロアに入ったのかな。それでエレクトリカルからロアの方の扉が閉まってる。ペアは、ペア、エレクトリカルかな、多分、ペアは。いや、カフェテリアだよ、今、俺が押したんだから。もうちょっと前。メッドベイ。ああ、いや、そんなことないよ。メッドベイにいたよ。ロアエンジンで停電になって、そこからアッパーエンジンメッドベイって向かって、メッドベイでタスクやってカフェテリアでボタンって感じ。じゃあエレクトリカルで死んでるのか犯人としたいかな。じゃあどういうこと。エレクトリカル2だった。エレクトリカル2だったと思う。 あと全部左にいた。ナビシールド
で死体があるかなと思って行ってる途中に高田さんとすれ違ってサントスさんがナビいるらしい。はい、途中カメラ見てたのサントスですって結構な人 見たんですけれども、僕結構何回か、うん、カメラの前で踊った記憶がある。踊った後メドベイの近くナビゲーションのカメラに映って、その後メッドベイのカメラに映って近く来てる子は殺されると思ってカメラ見るのやめました。僕そうねナビゲーションメッドベイ一瞬死体ないかだけ確認して、うん、入る時ついてたんだけど出た時消えてたから殺されたかなと思ってセキュリティも言ったけど誰もいなかったですね。確かに、はい、サントスさんだったんだ。そう、私見ててなんか近寄ってくる人怖と思ってカメラマン殺しに来てるかなと思って途中で放棄しました。でその間茶色赤緑黒ピンクは見たな。でも黄色だけ見なかった気がします。どこかのカメラでも一応落ちてると見ていいんだよね。ああ、ナイトメイさんで行くの高田さんとクロムさんと僕の塩だな多分。そういうことか。結構集まってるな。まあちょっと入れようとはちょっと言わなかったけど、まあそいつの整理っていうのもあるかな。混ぜ込みおむすびさんが評判良かったか。懐かしい CM の歌とかないかな。そば飯ふりかけそばばばーん、なんだよそばばばーんってとかどうですか。はい、タスク終わりました。タスク終わりました。終わってます。あ、終わったんだ。ごめん、クロモさんあと1個だけだ俺。はい、終わりました。じゃあもうそれで終わりじゃないかな。2個ぐらいだと思うけど、僕は終わってます。俺も終わってる。あと1個か。長めのやつかな。ニキルも起きてないからもう絶対落ちてるでしょう、一郎、うん、なんじゃないのかな、6人番組だったら。アドミン5人いて、いやオラ1、ロア1ね。まあ、1のアドミン号で動いてたから押しました。やっぱりアドミンでナイトメイさんだけ1人だけ残したんだけど、パスワードの解除遅かったような気がする。間違い1回ミスりました。2回ぐらいミスったんじゃないかな。ロアに行ったわけじゃない。誰ですか、ロアいたの。あ、ロア俺セキュリティからロアに行って、うん、アドミン O2 直った後セキュリティのカメラついてたような記憶があるから、多分高田さんだけだったともいなかったので、たくなに入れとる人がおる。高田さん、俺じゃあ俺スキップ入れたら多分あれ忘れたやば。大丈夫かな。殺されに行ってる。殺されに行ってる高田さん。捕まるんだそこと思っちゃった。ごめんなさい。いや、まあ、マジでダメだった、タスクの話。あれはオッケーだと思ってたんだけど。いや、あれは僕の普通にミスなんで、普通にあれで釣られてよかったと思う。タスクラインを触れちゃいけなかった。いや、まあ、悪いわけじゃないんですけど。僕は知ってる話なので、カフェテリア側からじゃないとごめんしてないって話知ってるので、僕の普通に注意なので。
最後カフェテリアで4人ぐらい重なってるのは何だったんですか。あれ俺殺せ。だから僕と高田さんずっと殺されに行ってた。だってさ、絶対煽ってるんだろうなって思って。さ、なんかさ、2人とも重なりに行くからさ、どういうこと。僕がだからドサクサキルになってなすりつけした瞬間、僕同士投票されるから。それは申し訳ない。その方が多分ゲームが早いっていうただ話だと思う。あ、もう理由を、あ、巻きプレイ。いや、高田さんは多分普通に殺されたいっていう願望だと思う。俺はもうナイトメアで命を捧げる。だってもうあの大津が残ってさ、もう城苦し紛れの城アピでなんか遅かったって言われたくなんか高田さんに直してもらおうと思って、で途中で止まったのに高田さんがやれよっていう顔で止まるんだ。大津は大津をインポスターに直させようとしたとんでもない。上にみんな行って僕が先行して大津に入アドミンに入って高田さんにやらせようと思って、マップ台の真ん中ぐらいで止まったら高田さんも止まりやがって鬼畜鬼畜直さないっていう。高田さん、僕の城拾ってくれてありがとうございます。いや、なんかオラフ君、メイヤさんの位置の方がなんか不自然だなと思って。あ、メイヤさんだ、あ、そうか、メイヤさんだったのか。メイヤさんの位置だったんだね、はい、ごめんね、ごめんね、ナイトメイヤさん。いや、違う、僕が多分詰めたの、僕もメイヤさん詰めたの一員だから。あれ、ストレージの入り口までたどり着いたんでしたっけ、メイヤさん。いや、行ってないですよ。やっぱそうっすね、そうっすよね、はい。おかしいなと思った。それとなくね、だからメイヤさんから話そらしてたんだけど。いや、まだメッドベイ行ったの、メッドベイの方行ったって言っとけよかった。なんか、ちょうど先に言ったメイヤさんが言った最終位置が、2人いる最終位置だったんで、運悪かったですよ。でも、ただ運悪かっただけだと思うんですよ。うん、いやいや。次は、なんで両方とも、そのなんか怪しい位置に入っちゃったの、1人しかやってないのに。どっちがやったんだっけ。僕がそもそもだから単純に誰か殺せるかなと思ってストレージの下で本当にゴミ捨て場にいたんですよ、僕が。うん、そういうこと。なるほど。正直に言った。もともとコミュニケーション側に抜けようと思ってて、うんうん、あのフラッタタイミングで停電になったから来た人をコミュニケーション右側から来た人を殺そうと思って張ってたんですよ、そこで僕が、うん。だからそのままストレージの右下にいたって言っちゃったんですね。なるほど。俺は単純にカフェテレの右上に最初目撃されてるんだろうなって思いながら悪気なく行ったんだけど、なんか刺さっちゃったみたいで申し訳ございません。だから、まあ、なんか最速で右下に抜けてるって自分で言っちゃってるから、右上に行ってないことバレてるんだよね。あれと思って、なんでライトメイさん抜けないやろうと思って。あれ最初アメイヤさんのいるって形ですか。そうです。僕がセンターさん倒そうとしたんですけど、なんか右からね、死んじゃったから死んだら。正直その前のエレクトリカルの段階で詰まってて、センターさんにアドミン見られてる時点で、エレクトリカル僕とまあノッチンさんが来て、でエレクトリカル出た通路で殺してるんですよ。あそこの抜けるか。これ部屋の ID 教えてもらっていい？あ。いや、よかったオラフさんとクロカクロムローラーじゃなくて、いやー、マジか。これをくれてるのが確実で、ほぼ僕に縄がかか半分縄がかかってる状態で、部屋の中で殺すとアドミン見られて一発で死体発見されて、レポート鳴った瞬間積むから、次のボタン、次のもう会議ボタンが僕の首が飛ぶ瞬間だと思ってたので、うまい具合に、ね、次見つかったら 2,3 死体ぐらい上がってる状況を作んないと積むなと思ったから、絶対部屋の中で殺すまいと思って通路でめっちゃ殺せるタイミングを伺ってた。ここで殺したらバレるぞと思いながら。クロムさんのことめっちゃ雑な黒塗りして申し訳ございませんでした。いやでも高田さんがエレクトリカルに、そう、高田さんのね証言のおかげでね、もう確かにエレクトリカル1だったんだよな。すごいよな。危ないとこだ。めちゃめちゃいいタイミングだったわ。メッドウェイからね。今たまたま。うわっ、うん。そう、あのボタンを押される直前にアドミンパッて見たら、もう 0.5 秒しか見れなかったんだけど、メッドウェイからエレクトリカルにパッて移動したから、めちゃくちゃ嬉しくて俺。こんな早く使ったーみたいな。エレクトリカルに先回りしてる。ふぎゃーって思っちゃう。まあ多分みんなは多分言わないようにしてくれたけど、多分最初さっきの試合でメッドウェイってあの素直に言ったから、こいつ素直にインポスターを素直に言うやつだなって思われた。ああ、そうだから素直だからなんかうんっていう感じはしましたけど、なんか私視点は黒川さんあんま黒いと思ってなかったから、
いやでも俺は福君がしっかり僕のことを見ている。あ、そうですよね。あ、強い強い強い。記憶違いでも何でもなく見て。いや強い強い。あれオラさんない。しかも停電中のクールメイトの視点で見てたってことですか。そうです。ギリギリ白が見れたんで。あ、めっちゃ、めっちゃ素晴らしい。素晴らしい。いやでも、いやでも高田さんがその後次の時に拾ってくれたんで、あれがでかかった。いや他から証言が出ないからオラフ君の証言って嘘になってないから。じゃあ、メイヤーさんが嘘ついてるしかないかな。村強いんだよな。強いんだよな。2年インポスターで。いやー、申し訳ねえ。いや、申し訳ねえ。結構衝動が抑えられなくて。わかります。ちょっと10秒でキルできるのってあのタイミングしかないから。いや、あんな場所で殺されるとは。押したくて殺したくて。勇気あるな。しかも惜しかったしない。あるな。あとちょっとで分かんなかったし、うん、実際オラフ君までは巻き添えできてるから、うん、負けたし、そうですね、僕が覚えてなかったんで、その右上あの慎太郎さんしか、うん、だから通ってたらめちゃくちゃ誰か分かってなかったと思います。僕が覚えるべきだったんで、そこは本当オラフ君が強かったんで、ナイスでしたね。ヒルもね、よかった。それで通ってたらよく分かんなかったので、